デルマー競馬場はアメリカ合衆国カリフォルニア州デルマーに位置する競馬場である。リゾート地として夏場に賑にわいを見せる競馬場の一つで太平洋にほど近い立地にあることから Where the Turf meets the Surf という宣伝文句を掲げている。デルマー競馬場は1937年7月3日に開設された競馬場で建造に協力したビングクロスビー、パット・オブライエン、 ジミー・デュランテラの競馬と関わりある俳優、シー・ビスケットの場所としても有名な実業家、チャールズ・スチュワート・ハワードなどといった著名人が取締役に就任している。クロスビーはオープン時に入場門で出迎えるというファンサービスも行っている。1938年8月12日、ハワード所有のシー・ビスケットと、クロスビー所有のリガ・ロッティとの賞金額2万5000ドルの マッチレースが開催され、花さを制して、シービスケットが勝利した。当時の高い競馬人気も手伝い、このレースは NBC ラジオによる初の全国規模の競馬中継となっている。1942年から1944年の間は第二次世界大戦の影響で閉鎖されている。1946年、ビングクロスビーハンデキャップが創設される。同年、 アッチソンとピカーンド、サンタフェ鉄道がロサンゼルスからデルマーに延伸され、見物客や競争場を運ぶようになり、1950年代には西のサラトガとも呼ばれるまでに発展。その後も西海岸各機の競争を行う場として定着した。1990年代にデルマーフェアグラウンド特別観覧席をはじめとした場内の大改装を実施する。また、 1991年から100万ドルという巨額の賞金額を用意してパシフィッククラシックステークスを創設した。2017年2021年にはブリーダーズカップが開催されている。楕円形の左回りコース。直線約280メートル。2007年よりメイントラックの馬場素材がダートからオールウェザーに変更された。2014年2月。 2015年にオールウェザーババを廃止してダートババに戻すことを発表した。ありがとうございます。